こんにちは、サドラです。今回は第5弾アップデート以降の環境はどのクエストを周回した方が琥珀の効率がいいですかってご質問いただくことが多かったので、各エクストラランク帯別で落ちる正規琥珀誠の数についてご紹介をさせていただこうかなと思います。 早速画面を切り替えてご紹介していくんですが、まずはじめに、この表を作り上げるのに、いろんな方に協力をしてもらって、まあ一緒に集会をしたりとか、データを集めてもらったりっていうのをした結果で、今回こちらを作ることができましたので、ご協力くださった皆様本当にありがとうございました。早速表の見方をご紹介していくんですが、一番上が第5段アップデゴ琥珀新数、カッ平均っていうふうに書いていまして、二2段目が左側がメインで、右側にサブ1からサブ3っていうふうに記載されています。で、メインっていうのは 分かりやすいと思うんですけども、怪盗級クエストの砂糖の場合は一番左にいるモンスターですね。でサブ1からサブ3っていうのは、今回から怪盗級クエストは4等クエストまで出現するようになったので、左から2番目がサブ1、左から2番目、まあ、3等クエストであれば一番右に入ってくると思うんですが、それがサブ2。で、4等クエストの場合は一番右になってくるんですが、左から4番目っていうのがサブ3っていう感じで今回表記をしています。 で、意外と知らない方が多いんですが、メインモンスターなのかサブモンスターなのかっていうのでは、琥珀の数に違いが出るんですけども、サブモンスターがサブ1で出るのか、サブ2で出るのか、サブ3で出るのかっていうのに関しては、どこに配置をされていたとしても、琥珀の数は一緒になりますので、サブ1からサブ3はまとめて表記をしております。で、次に3段目が、エクストラランク9っていう風に記載されてて、カッコ36って書いてあるんですが、これは、エクストラランク9のメインモンスターの正規琥珀シーンの平均数が36っていす。 意味になります括弧の中が平均数ですねで下はエクストラランク6まで記載しているんですがエクストラランク6で止まっている理由としてはエクストラランク5からは正規法学の誠が出なくなるので6で止まっているっていう風になりますで次にサブ1からサブ3のところに混沌5はの項目とエクストラ7しかない理由なんですが単純にエクストラ9で出現する開国服しゃがれマがら開国服バルファルクエクストラ8であればドスコリルー3等のみですねこちらはそもそもサブモン で出現しないんですよなのでサブ1からサブ3の項目にエクストラ8と9は表記されていませんでコントンゴアとエクストラ7に関してはサブモンスターとして出現するので数を出してましてエクストラランク6に記載されていない理由はエクストラランク6のモンスターがサブになった場合も正規コア芯が落ちなかったのでエクストラランク6も表記していないという感じですねで一覧で見ていただくとこういう風になりますで平均を出してみて気になったところとしてはエクストラランク9とエクストラ エクストラランク8の差っていうのが琥珀が3個しか変わらなかったんですよねなので特にエクストラランク9で周回するのが難しいバルファルクであったりシャガルマガラが対象になってくるんですが無理にそこの難しいモンスターを周回するっていうよりかは特にエクストラランク8にオーナズとかもいますので琥珀目当てで周回するのであれば1周あたり3個しか差が出ないのでエクストラランク8に落とすっていうのもありかなとは思いましたただもちろんなんですが怪盗級ク を周回すると琥珀の他に開花素材を入手することができてそれをマカレンキンに突っ込むことができますでそこで突っ込めるマカレンキンの素材に関してはエクストラランク9の方が評価値が高いものが落ちるのでそこまで考慮するとエクストラランク9の方が素材は美味しいんですが1周あたりにかかる手間であったり琥珀数の差で考えると琥珀目当てで周回するのであれば8に落とすっていう選択肢も全然ありかなっていう風に思いますであと計測してみて意外だったのがエククストラランク8の中に コントンゴアマガラのクエストも含まれていると思うんですがコントンゴアマガラだけは他のドスコリュウ3頭と琥珀の数が違いましたで平均にすると4つ変わってきたのでメインモンスターがエクストラ8だから琥珀の数が33個っていうわけではなくてコントンゴアマガラは琥珀の数が下がるっていうのも注意点かなっていうふうには思いますでエクストラランク8と9は3個しか差がないんですがエクストラランク7まで下がると一気に7個差がついてきますので可能なのであればやっぱり 周回はエククストラランク8程度で、回せると効率がいいいかなっていう印象ですねで。エクストラランク6とエクストラランク8で見ると、琥珀の数が1周で10個近く変わってくるようにはなっています。サブモンスターに関しては、コントンゴアマガラが29個落としてくれて、エクストラ7が26個落としてくれるので、これも、例えば、琥珀目的で、サブにコントンゴアマガラが付いているクエストを無理して、例えば、ナズチゴアとか周回して、無理に琥珀目当てでやっている方とかであれば、サブをグレンバゼルに下げてあげると、 小アクは3個しか落ちないけど、周回難易度は一気に楽になったりすると思いますので、そういった調整もありなんじゃないかなっていう差分ではありましたね。なので、まあ、ここでわかることでまとめると、まずエクストラランク9と8が3個しか差がなくて、サブモンスターのコントンゴアとグレンバゼルとかも3個しか差がなかったので、まあ、無理に9とかコントンゴアとかを周回する必要はないかなっていう風な印象を受けました。 で次に2枚目ですね。こちらが残りの主系のモンスターと古流系のモンスターがサブで出現した場合の琥珀数について表記をしているんですが、メインモンスターとして表記していない理由は単純に今メインでこのモンスターたちが出現しないからっていう理由ですね。なのでサブモンスターの数値のみ表記してまして、まず主人ーガとヌシディアブロスは33個琥珀が落ちます。主玉三つね、主レウス、イベルカーナに関しては29個。 平均で落ちましてシャガルとかあのドスコリュとかいると思うんですけどそのあたりとナルガキ少種も含めて計測したところ平均値が26個だったので残りのサブモンスターの琥珀の数はこんな感じですねでサブモンスターの中では主、まあ、系は単純に捕獲ができないのと罠が効きづらいので集会対象として入れづらいというところはあるんですが一番下の注釈で見ていただいて分かる通り上からエクストラランク8混沌エクストラ7と琥珀の数が同値なんです なので捕獲をしたいという目的であればやっぱりコントンゴアマガラもしくはグレンバゼルなどの捕獲しやすい討伐しやすいモンスターがサブについている方が個人的には多頭クエストとしては優秀かなっていう印象を受けたって感じですねなのでまあヌシオーガとかヌシデアがサブについてるモンスターは無理に周回するよりかは琥珀を4個落として倒しやすいイヴェルカーナにするとかあとは捕獲できるコントンゴアマガラにするとかあとは琥珀の数7個落ちてしまうんですがグレンバゼルギースにするとかそんな感じの調整でいい かなとは思いますなのであとはもうこの数字をもとにご自身が持っているクエストなどで見比べていただいて、まあ、自分が早く回せるクエストの中でこの中で琥珀効率が美味しいものっていうのを見つけていただけると自分に合った集会っていうのができるんじゃないかなと思います。 で、最後に、今回新たに追加された、正規琥珀真の評価値についてお話をしたいんですが、ギルドパレス節約術を使っている方であれば、評価値が160あって、ギルドパレスは通常連戦は40で回すことができるので、この琥珀1回で4回ガチャを回すことができるんですよね。で、ね、余った分に関しては実際ちょっと回してみるんですが、こんな感じで、正規琥珀の尖りと王に変換されて、それをさらに消費するとまた分解されてっていう感じで、トータルで4回,回せるっていう風になるんですが、先ほど見ていただいてわかる通り、 週で、個とか落ちるのでクエスト回回やるるだけででで連連近く回連成ガチャをすすことが今できるようなな環境になっていますでスキル特化に関しても120で回すことができますので、この新たに追加された正規琥珀の神ーとギルドパレス節約術を使うと、めちゃくちゃガチャは回せるようになった環境なんじゃないかなと思います。なので、もしまだギルドパレス節約術使ったことないよっていう方は、過去にこちらの動画でも解説をさせていただいてますので、ぜひギルドパレス節約術使っていただける とさらに効率よく回せるかなと思いますご視聴ありがとうございましたこれからもサンブレイクの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ